はいみなさんこんにちはヨガジェネレーション代表のミキゾウでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。メディテーション、メディテーションということで。まあ昨年から瞑想する方増えてるな、増えてきてるなというような流れを感じてましてヨガジェネレーションとしても瞑想法ちょっと深く勉強できるそんな学び場を提供したいなというところで素晴らしい本当にヨガマスターと出会うことができまして去年は本当にミキゾエキサイティングでした。そんな でももう僕はね、この方の人間性が大好きですね。素晴らしいゲストをお招きしたいと思います。インド人のヨガマスターで、ドクターマヘル先生と、そして今日通訳でおさえになります、キティ先生でございます。よろしくお願いします。ナマステマヘセイ。ナマステ、ナマステ,ナマステ。さあ、キティ先生、今日は瞑想シリーズですね。さまざまな瞑想法がありますね。はい、もうこの動画の中でもいろんな瞑想法を取り上げましたけど、 なんかやっぱり似て非なるっていうところが、あのミキゾーはいつもびっくりしますけれども、今日はどんな瞑想法を教えていただきますか今日は、ズバリブレスメディテーション、まあ、呼吸瞑想になります、はあ。呼吸法じゃなくて呼吸メディテーション。はい。ええー、面白い。聞いたことない。ぜひお願いします。So, Dr. Maheshji, could you please explain about breath meditation?Sure, k i t t j i ミキジ、uh, G, breath is playing very important role in our life, right?、Mm hmm. So, being aware of breath, in short and simple, you can understand being aware of your breath is breath meditation. But there is a process of it. How to practice?、うん、まず呼吸っってて私たちのののもももううう人生にははかけけがえなないいい切っては切れないものという位置づけですよね でもう本当に一言にシンプルで申し上げるならこの Breath Meditation 呼吸瞑想というのはもうただその呼吸に今あなたの意識を添えるあなたがそこに気づきをもたらすという瞑想なんですがそれにはまあその How to というまあプロセスどのように行っていくかといった、ね、段階や手順がありますミキジ In breath meditation, we it's a guided meditation. So we tell people focus on your breath and then mentally think that you are inhaling and taking your breath to any body part. For an example, I have knee pain. So I focus on my breath, and when I inhale, I'll take my energy through the breath to my knee. And then I feel that when I'm exhaling, I'm この h a l i n g from the knee means it's の w a r e n e s s of the particular の o d y parts through the breath we take the breath to that body part and exhale from that body part 筋の筋肉、えー、の筋肉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 のの筋肉のの筋肉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 のの筋肉のの を持っていく、まあ、意識をしていくということなんだけれども、例えば特にですね私たちのこの肉体、このフィジカルに、例えばじゃあ、膝がなんかこう、違和感がある、痛みがあるとしましょうか、そうすると、私たちの心の中で息を吸う、その吸い気が膝の方に運ばれていく。 と言ったように、こう意識をしていきます。そして息を吐くときも、またその膝の部位からその吐かれる息が出されていくと言ったようなこう意識をしていきます。で、それをただこうゆっくりとこのアウェアネスで気づきとともに行っていきます。<laughs> so in breath meditation, we actually using our breath. to flow the energy to the body parts to the body organs so it is very helpful process to bring the prana flow to energy flow to the body parts so it helps to cure many problems like pain or injuries or it helps us to connect with the neuromuscular coordination very well バッタメディテーションは、もい、so, です。この呼吸面相はです、ね、もうこの呼吸を使わせていただく。この呼吸を使ってエネルギーやプラーナというものを その具体的な肉体の違和感がある場所や、まあ、怪我ですとか痛みがある箇所に、まあ、プラナやエネルギーを運んでいくそしてそこからまた息を吐くと同時にまた意識をしながら息を吐いていくということによって実際にそのフィジカルな痛みや怪我というものの軽減につながっていったりまたその私たちのこの神経と筋肉のつながりというものをより円滑にしていくという So Mikiji this is simple practice of breath meditation sitting and a teacher guiding it to the people that focus on your breath and take your breath uh, uh, mentally uh, with awareness to the body parts where you're having any issues and all and take out from there so you will see the benefits. でこのようにですねまあ基本的にはこの呼吸瞑想というのは実際にこう座法を組んでいただいて先生の誘導によって自分のその特化した体の部位や箇所にフォーカスしていくつまり集中していくどのように集中するかそれは自分のアウェアネスという記事気づきや意識を持って集中していきます。なるほどなんか 今回の呼吸瞑想はめちゃわかりやすい。<laughs> なんか、なんかこう呼吸ってね、やっぱりこう日々どなたも、このご視聴いただいている全ての方がだいたい1日2万回ほどされると言われる呼吸をですね、おそらく、まあ、無意識化の中でやってるはずなんですけど、それをあえて意識して瞑想に取り込んでみる。これはですね、もしかすると、まあ、ーンもちょっと今日ね、 今晩明日の朝やってみようかなと思えるぐらいうー取り入れやすいんじゃないでしょうかね。でこれまず呼吸に意識するだけをファーストステップにして次セカンドステップ自分の体の課題に対してそれをイメージしながらそこの痛みをこう出しては吐いてみたいなところを意識するとなんか確かに効果ありそうだなっていうふうに思いましたし。 このなんかこう波のようにね押し寄せては引いていくみたいなところのこの呼吸に意識する瞑想法ってな,んかなかなか気持ちよさそうだなと思いましたけど皆さんはいかがでしょうかこんなふうにね 瞑想法って本当に様々あるんですよ。この前回のチャクラ瞑想とまた全然違うでしょそう。なので、今年もマヘス先生にね、お願いして、瞑想ってこんなにたくさんあるんだよって、まあ、もうあと何回か動画撮ったら10個ぐらいの瞑想法をね、ご案内したみたいなことになりますからね、まだまだ多分あるはずなんですよね。それを今年色々、いろいろマヘス先生とキティ先生にお手伝いいただいて、ご紹介していきたいと思いますのでね、もしこの動画を通じて瞑想法をもっと身につけたいな、ちゃんと学んでみたいな、 えー、動画で見,見て、なんとなくやるだけじゃなくて、しっかりと指導してもらいたいなという方はです、ね、でその瞑想集中講座というものが走っておりますので、次回は2月25日、日曜日ですね、オンライン講座で、しかも 2, 2月25日に合わない、どうしてもタイミングが合わない方は、アーカイブ受講も OK の講座になっておりますので、よかったら詳細、こちらに載せておきますので、チェックしてみてください,という。ことは瞑想をみんなでやりましょう。 マ平先生、キティ先生ありがとうございました。素晴らしいお話でした。ありがとうございました。したそれでは皆さんまたお会いしましょう。